はい、皆さん、こんばんは。おはようございます。静岡、行ってまいりましたんで、静岡のね、名産、静岡茶コーラを飲んでみたいと思います。いや、これ静岡コーラっていうのかな？静岡茶使用、炭酸飲料 240ml。製造者が木村飲料株式会社、静岡県の会社です。原材料が加糖ぶどう糖液糖と緑茶かっこ静岡県産、香料、酸味料、紅花、色素と口なし色素ということで、さあどんな味がするんでしょう。いただきます。よいしょ。あんまり甘くない。ちょっとすっきりしてる。緑茶？うん。別にそんなに緑茶の味しねえんだけど。普通のコカ・コーラよりか甘くない。甘くないで、別に緑茶の味っていうか香りもそんなにしない。そんなに緑茶の味しないよ。しないです。静岡コーラ。新感覚茶どころ静岡初コーラ。ちなみにこれ値段200円です。いや別に大してうまくもないんだけど、うまくないっていうか、いや普通にコカ・コーラの方が美味しい気がする。だって別に茶の味しねえもんだって。お茶の味しないもん、ほとんど。風味がなんかするような気がするけど、そんなにしない。普通に目つぶって飲んだら、あ、コーラだねって言って終わり。もう何のあれもなく、あ、普通にコーラですって言って終わるレベル。いろいろ買ってきたんですよ。静岡行ってきたから。いろいろね、こういう系。なんちゃらコーラとか。静岡しか売ってないやつ。微妙ですね。
これは買う価値ないね。買わなくてよかったな、これは。これは二つ星だな、これ。ということで、お疲れさんでした。